江崎幸山は、愛知県東春日井郡小牧町出身の実業家、平立写真収集家。本名は、江崎千代吉。浮山という号の名付け親は評論家の徳富、祖法であり、静岡市の不月郎で歓談していた際に命名された。浮山という号を名付けた、徳富祖法1887年8月2日に、愛知県東春日井郡小牧町に生まれた。 名古屋市でメリケンコーロ市長や婦人ソーシング店などを経営していたが、1937年に静岡県志田郡藤枝町に移った。1938年には東京日日新聞藤枝専売所を設立し、江崎新聞販売店を経営した。1961年には施設図書館の毎日浮山館を開館させた。正解、寛解、文史、画家、 俳優、歌手、野球選手、相撲力士、プロレスラーなど、各界の多くの著名人と交友があった。江崎は、平日写真老人として知られ、死去するまでに3万7千枚もの平日写真を撮らせている。東京には専属のカメラマンと専属の運転手を所有していた。平日写真の収集家として、著名になったことで、逆に著名人の側が江崎と写真を撮りたがるように、 なったという。1971年に出版した日本各界代表、江崎幸山平立写真集には、佐藤栄作、大宝、川上哲次岡田義子竹内良一などと撮った平立写真が掲載されている。息子の江崎智次郎は、藤枝江崎新聞店を経営する傍らで、藤枝江崎書店を設立するなど、藤枝経営の多角化を進めた。 藤枝市観光協会会長などを歴任し、2004年には日本商工会議所特別功労賞を受賞している。2008年には藤枝市郷土博物館、文学館で懐かしの極光座、江崎浮山平立写真展が開催された。2019年には藤枝井崎新聞展が創業80周年を迎えている。ありがとうございます。